どうして食器だけが並んで肝心の料理がないの？なんかナイフとフォークがいっぱい並べられてるし。正式なディナーだからね。前菜から順番にいろいろな料理が出てくるんだ。あとナイフとフォークは外側から使っていくんだよ。テーブルマナーってやつね。ちょっと緊張してきちゃった。あまり気にすることありませんわ。料理というものは美味しくいただくのが一番ですから。マナーや礼儀作法は二の次ですわ。そうじゃそうじゃ。聞けば君たち二人は出席しておる者たち全員と知り合いだそうじゃないか。固くなる必要はなかろう。あ、それもそっか。それで納得しないでよ。そういえばそちらの方はナイフとフォークでよろしいんですの？東方の方々はお箸の方が得意だと聞きましたけど。ほう、よくご存知ですな。ですが合に言っては合に従えとも言いますからな。部長法ながらナイフとフォークを使わせてもらいますよ。まあご立派ですわ。さすが武術大会で優勝された達人の言葉は違いますわね。いや、それほどでも。つくづく美人に弱いのね。まあ女好きっていう感じじゃないと思うけど。それにしても公爵閣下は随分遅いですな。一体何をしてるんでしょう。確かに。それと上沢公爵閣下としてそこの席は誰が座るのじゃろうか。そうですな、クローディア姫という可能性もあるかもしれないが。皆様、大変長らくお待たせしました。公爵閣下ご入室でございます。いやいや諸君、待たせてしまって申し訳ない。少々打ち合わせが長引いてしまったものでな。彼はリシャール大佐、王国軍情報部の責任者でな。テロ事件を解決するために日夜尽力してくれているので、礼の意味も込めて招待した。お初にお目にかかります。王国軍情報部のリシャールです。公爵閣下の格別のご厚意で晩餐会に招待していただきました。無粋な軍服で失礼ですが、どうか同席をお許しいただきたい。まさか大佐と一緒のテーブルで食事するなんて。予想はしていたけど、やっぱり少し緊張するね。いや愉快愉快。どうかね、メイベル市長、王城のグランシェフの腕前は。ボースのアンテローゼにも負けずとも劣らずの味ではないか。ええ、素晴らしい腕前ですわ。ワインとの相性も完璧ですし、思わず引き抜きたくなりますわね。そなたが言うとおのごち冗談には聞こえないな。どうだジントやら、東方人のそなたの口には合うかな。いや、
大変結構ですな。部長法な自分の舌にもわかる洗練された深みと味わい、リベール料理の真髄を味わっているような心境です。うんうん、そうだろう。どうだ若き遊撃士たちよ、こんな豪勢な料理は今まで食べたことがなかろう。確かにめちゃめちゃ美味しいです。招待してくれた人はともかく、料理だけは本物かも。そうだろうそうだろう。本当に素晴らしい料理ですね。それに今までこういう正式な席に呼ばれる機会がなかったので、とても勉強になります。招待してくださって本当にありがとうございました。なかなか首相でよろしい。しかし羊から言われてようやく思い出したのだが、そなたたちとはルーアンの事件で一度顔を合わせていたのだな。なんとも奇妙な縁があったものだ。そうですね。羊さんから言われるまで思い出せなかったわけね。さあ、今夜は無礼講だ。料理も酒もたっぷりあるから、遠慮なく追加を申し出るがいい。公爵閣下、その前に例の話を済ませてしまってはいかがですか。もう、そうだ、その話があったか。実は王国を代表する諸君らに集まってもらったのは他でもない、この晩餐会の席を借りてある重大な発表をしたかったのだ。ほう、重大な発表。それは一体どのようなお話でしょうか。うん、ここから先は私の代わりにリシャール大佐に説明してもらおう。恐縮です。女王陛下がご不調なのはすでにご存知のことかと思います。ですが徐々に回復なさっているため、すぐに元気な姿を見せてくださるでしょう。ほう、それはよかった。では陛下へのお見舞いは許していただけるのかしら。あいにくですが、陛下のご意向でそれは遠慮してほしいとのことです。ただ数日中に王都近辺を騒がすテロリストどもは一掃できる公算です。そのことと合わせて女王生誕祭は予定通りに執り行われるでしょう。市民も楽しみにしているだろうから、めでたいことではありますな。だが話というのはそれだけではないのでしょう。確かにそれだけならば連絡してくれれば済みますからな。察しがよくて助かります。女王陛下が回復されつつあるのは先ほど述べた通りなのですが、陛下は今回のご不調を理由にある決断をなされたのです。その決断とはすなわち、ご自身の退位とこちらにおられるデュナン公爵閣下への王位継承です。なんですと。本当ですの。よしは、これって、とうとう陰謀が姿を現したね。私も戸惑ったのだが、陛下が存外弱気になられてな。
無理もない。40年近くもの間、激動の時代に翻弄されたリベールを女性の身で導いてくださったのだ。そう思うと、この生誕祭を最後に俗事から解放して差し上げたい。王位継承権を持つ身としては、そう決意した次第なのだよ。なんと、陛下がそこまでお悩みになっておられたとは。毎年お会いしているというのに気づけなかったとは情けない。しかしこのような酒の入った席で聞くにはあまりにも重大すぎる内容ですわ。失礼ですが、どこまで現実性のあるお話なのでしょう。メイベル市長、閣下のお言葉が信用できないと、そうおっしゃられるか。そうは言ってません。ただ市長には選挙があるように、王位継承にもしかるべき手続きがあるのではないかということです。そうですな。できれば陛下から直接今の話をお伺いしたいものです。皆さんの動揺も理解できます。ですが、どうか冷静になって今の話を受け止めていただきたい。先ほど申し上げたように、生誕祭には陛下ご自身の口から発表されることになるでしょう。真意はその時に確かめれば済むことではありませんか。それは問題なのは、この件が公表された時に一般市民にどう影響を与えるかです。いたずらな混乱を避けるためにも、各地の責任者である皆さんに前もってことを伝えておきたい。公爵閣下はそう判断なさったのです。まあそういうことだな。そして陛下の退位ともなれば、事態はリベール国内にとどまりません。大陸諸国の目、とりわけ北の脅威たるエレボニアの反応も気がかりでしょう。まさにここにいる我々が新たなる国王陛下を盛り立てながら一致団結をしなくてはならない、そんな時期が迫っているのです。なんかもっともらしいことを言ってるんですけど。大したアジテーターだね。正式決定は生誕祭の時に陛下から直接伺うとして、心の準備をしておくようにと、つまりそういうことですか。理解していただいて幸いです。確かにそういうことになったら、わしらも忙しくなりそうじゃな。そうですわね。市民へのアナウンスもありますし。一つお伺いしたい。公爵閣下に王位継承権があるのは私も存じておるが、確か同位の継承権を持つ方が他にもいらっしゃったはずですな。それは陛下のお孫さんにあたるクローディア殿下のことですね。確かに王室典範上の規定では公爵閣下と同意ではありますが、まだ年派もいかないという理由で陛下は閣下の方を押されたようです。先ほどの話にもありましたが、女性の身に余るほどの重責を姫に負わせたくなかったのでしょう。そうなのだ。まあクローディアには良い縁談を探してやるつもりだ。非公式だが、
すでに他国の王家から何件もの申し入れがあってな。ひょっとしたら今年中にも縁談が実現するかもしれんのだ。ああ。お話はわかりました。そうなるとおめでたい話が二つも続くというわけですな。ご結婚されるには少々若すぎるとは思うが。ちょいと失礼。一つ質問してもいいですかね。ジンさん。ほう。構わん。行ってみるがいい。失礼だが、今耳にした話は自分たちのような部外者が聞いていい話とは思えません。まして自分は王国人でもない。なのになぜこのような席でわざわざ発表されたのでしょう。それは優勝した君たちが偶然にも遊撃士だったからだ。陛下の退位という重大な情報はギルドにも事前に伝えたかった。そう私が閣下に提案したので聞いてもらうことになったのだよ。なるほど。リベールでは軍とギルドがいい関係を結んでいるという話はどうやら本当だったようですな。帝国や共和国ほど軍事力が充実していないからね。手を結ばざるを得ないというシビアな現実があるのだが、いずれにせよ真意はご理解いただけたかね。うん、了解しました。今日この席で知った情報は王都支部にも伝えておきましょう。いやはや、ひょんなことからとんでもない話を聞いたもんだ。俺は所詮他国の話だが、お前さんたちの方は随分驚いたんじゃないか。まさかここまで周到に話を進めてるなんて。は？なんでもない。でももったいなかったな。せっかく舌がとろけるほど美味しい料理だったのに、最後の方は味がわからなかったわ。無理もないかもね。それよりもエステル、腹ごなしに散歩に行かない？え？ああ、そうそう、そうだった。そうね、外の空気でも吸ってきたい気分かも。はあ、さっきも見物してたのに、今度は食後の散歩ときたか。認めたくはないが、これが年の差ってやつかね。ジンさん大げさよ。ジンさんは見物とかしないんですか？歴史のある建物だけあって見どころはたくさんありますよ。まあ気が向いたらフラフラさせてもらうとするさ。厨房に行きゃ残り物があるかもしれんしな。呆れた。まだ食べるつもりなの？どちらかというと酒のつまみが欲しいところだな。飲める談話室もあるみたいだし、後で行ってみるとするかね。料理はうまかったが、小難しい話ばかりでろくに酒が進まなかったな。俺はここでしみじみと飲み直すとするぜ。はあ、とんでもないことになったわね。ますます女王様に会って事情を聞きたくなってきたわ。まずは約束通りヒルダ夫人に会いに行こう。陛下に面会する段取りをつけてくれているはずだよ。うん、了解。大佐の話自体は非常に筋が通っていたのだが、
ともかく陛下と姫殿下から早く直接事情を伺いたいものだよ。まさか陛下が退位を決意なさるほど悩んでいらっしゃったとは。それにクローディア姫に早くも縁談の話が持ち上がっているとはのう。何もかもが急すぎて驚かずにはおれんわい。晩餐会でのお話には驚きましたわ。それにあのデュナン公爵が王位を継承するということは、ふう、今から頭痛がしてまいりましたわ。どうやら晩餐会で大変なことがあったようですね。お嬢様の悩みがまた一つ増えたようで心配です。おや、君たちは。リシャール大佐。エステル君とヨシュア君か。こうして面と向かって話すのは初めてではないかな。え？最後に言葉を交わしたのはダルマー市長逮捕の後でしたね。でも大佐が僕たちのことを覚えているとは思いませんでした。交わした言葉は少なかったが、君たちは非常に印象的だったからね。気になって調べてみたら驚いたよ。まさかカシウス大佐のお子さんたちだったとはね。そのことも知ってたんだ。伊達に情報部を名乗っているつもりはないよ。カシウスさんには彼が軍にいた時にお世話になった。それこそ言葉では言い表せないほどね。どうだろう、これから少し話に付き合ってくれないだろうか。君たちとは前から一度個人的に話をしてみたかったのだ。え？あの大佐殿、これから公爵閣下との打ち合わせがあるのでは。少しくらい遅れても構わんよ。そうだな、話すのだったら奥の談話室を借りるとしようか。アルコール抜きのカクテルでも振る舞わせてもらうよ。それでしたら私がお作りしますわ。いや、それには及ばない。君は公爵閣下のところに行って私が遅れる旨を伝えてくれたまえ。了解いたしました。それでは失礼しますわ。さてと、私たちも談話室に向かうとしようか。それではついてきたまえ。あ、ねえヨシはどうしよう。付き合うしかなさそうだね。少し遅れそうだけど夫人のところには後で行こう。カシウスさんと出会ったのは私が士官学校を出たばかりのことだ。当時彼が率いていた独立機動部隊に配属されてね。それ以来彼が軍を辞める時まで公私にわたってお世話になったんだ。ふーん、そうだったんですか。その頃の父さんって大佐から見てどんな感じでした？一言で言うと英雄だったかな。
牽制とまで言われた技の冴え、あらゆる戦況に柔軟に対応できる立体的かつ多面的な指揮能力、単なる戦術にとどまらない高度な戦略レベルでの部隊運用、どれをとっても並ぶものはいなかった。なんだか別の人の話を聞いてるみたいなんですけど。父が軍を辞めるまでというと、あの百日戦役の時も一緒に？ああ、カシウスさんの元で戦ったよ。今でも覚えている。彼が立てた奇跡のような作戦を実行した時の熱気と興奮を。あの時のことを話し始めると、いくらあっても時間が足りないから、またの機会にさせてもらうが、ただこれだけは断言できる。あの時カシウス・ブライトという男が王国軍にいなかったら、このリベールはエレボニアに吸収合併されていただろう。嘘！さすがにちょっと信じられませんけど。信じられないようなことを成し遂げたから英雄なのさ。もっとも戦後すぐに退役して女王陛下の勲章すら誇示されたから、名前が知られることはなかったが、今でも一部の軍人の間ではカシウス大佐の名は英雄の代名詞だ。あのヒゲ親父、そんなこと一言も教えてくれてないし。まあ娘にわざわざ語って聞かせるような話じゃないさ。父さんを責めたらかわいそうだよ。かわいそうなのは私の方って、ヨシュアってばあんまり驚いてないみたいだけど、もしかして今の話知ってたりするわけ？リシャール大佐が父さんの部下だったことはさすがに知らなかったけど、まあ概ねのところは。なんですって！それじゃヨシュアも共犯？落ち着いてよエステル。僕だって別に父さんから教えてもらったわけじゃないよ。それに父さんから君にわざわざ知らせることはないって言われたんだ。納得いかないわね。本当にもう帰ってきたらとっちめてやるんだから。すみません、話の腰を折ってしまって。いや、君たちを見て少し安心した。カシウスさんが軍を辞めるとき、私は必死に引き止めたものだが、どうやらその選択は彼にとって正解だったらしい。君たちがそばにいたのなら、奥さんを亡くされた悲しみからきっと立ち直れただろうからね。リシャール大佐。さてと、付き合ってくれてありがとう。あまり公爵閣下を待たせるわけにはいかないから、私はこれで失礼させてもらうよ。あ、はい。すみません、僕たちの方が話を聞かせてもらうばかりで。いや、君たちは一番知りたかったことを教えてくれた。これで未練はなくなったよ。え？それはどういう？近いうちにまた会う機会もあるだろう。その時にはカシウスさんとも一緒に話せるといいのだが。
ここにいたのって本当にリシャール大佐だっけ？あのね、何を寝ぼけてるのさ。だってあんな風に父さんのことを話すなんて、なんていうかイメージと違っていたっていうか。確かに、ただの悪人ではなさそうだね。でもそれとは別に、彼が何かを企んでいるのも確かだ。父さんのことはこの際分けて考えなくちゃいけないと思うよ。うん、それはそうなんだけど。嫌な言い方をするけど、僕たちに見せた親しさだって何かの目的があるかもしれない。彼みたいな情報将校にとって、僕たちみたいな子供をたぶらかすのは朝飯前だろうからね。さすがにそれは言い過ぎなんじゃないの？うん、そうだね。疑うのは僕の役割だ。君は自分の直感を信じていた方がいいと思う。え？ただ、あらゆる可能性に備えて油断だけはしないでほしいんだ。遊撃士の仕事というのは多分そういうものだと思うから。うん、わかった。ちゃんと心に留めておくわ。ありがとう、エステル。いやーね、なんでヨシアが礼を言うのよ。それよりもさっさとヒルダさんのところに行きましょう。多分待ちくたびれてるわ。そうだね、メイドさんたちの詰め所に行こうか。